こんにちは。ボーイフレンドは韓国ドラマ史上初めてキューバでの撮影が行われ、美しい風景や独特の雰囲気が物語に彩りを添えました。また韓国国内でも様々な場所での撮影が行われ、その中で生まれた撮影エピソードはドラマの裏側を感じさせるものばかりです。キューバでの撮影エピソード。空港でのハプニング。キューバの空港でソン・ヘギョとパク・ボゴムがファンに囲まれるというハプニングがありました。しかし彼らは笑顔でファンサービスを行い、現地の人々との交流を楽しんだようです。子供たちとの交流。パク・ボゴムはキューバでの撮影中に現地の子供たちと仲良くなり、一緒に遊んだり写真を撮ったりしました。現地の言葉で挨拶を交わし、コミュニケーションを図る姿勢が印象的です。モロ要塞でのキスシーン。キューバの有名な観光地モロ要塞で夕日を背にしてのキスシーンが撮影されました。この場所は2人が初めて出会った場所であり、ロマンチックな雰囲気が漂いました。しかし周囲の目や観光客が多く、難しい撮影条件であったと言われています。韓国での撮影エピソード。光彩川美術館でのデートシーン。ソウルの光彩川美術館でのデートシーンは川沿いの橋の柱に絵が飾られたユニークな場所でした。寒い冬の夜に行われた撮影では、ソン・ヘギョとパク・ボゴムは防寒着やホットパックで寒さに立ち向かったそうです。雨の中のプロポーズシーン。2川の雨の中での感動的なプロポーズシーンは、ドラマの最終回で放送されました。撮影当日は雨模様で、パク・ボゴムとソン・ヘギョは傘やタオルを使って雨対策をしながら演技しました。強風の中の海沿いのデートシーン。海沿いのカフェでのデートシーンは、即走での撮影でした。強風が吹き荒れる中、髪や服を乱さないように気をつけながら演技を行ったそうです。ボーイフレンドは、美しいキューバの風景とともに、撮影現場での笑顔や困難を乗り越える俳優たちの姿勢が作品に温かみを与えました。ぜひ、ドラマを通じてこれらの素晴らしいロケ地と撮影エピソードを楽しんでください。チャンネル登録よろしくお願いします。